蝶のホラ、観光駐在外国領事、税官長らと、高烈右端に、栄滝久義。1905年、蝶のホラは、新末の政治家。業務派官僚として、重要な役割を果たした。祖国藩、理工省、佐相党と並んで、四大名神とも称される。字は孔たち、語は孔頭、行為は坪公、壺孔、無せりこじ、抱え票。いとこに、 同時代の政治家である長の万、子に、長遠教、長人司令、孫に、長圧子などがいる。同校17年、直霊南比で生まれた。皆、豊か2年に15歳で里見に合格し、同地2年に26歳で新士となり、同地3年に、管理院編集、教習、文閣格氷を歴任した。高所6年、生太校が合意に、 公所定を擁立したことを、官僚の暮れ家族が死をもっていめた際、生太公を支持する態度を取ったことから引き立てられ、公所7年に、自読、自公学士公所8年に、内閣学士を、歴任、1880年代に、賛成準部、両公総督、古公総督と、昇進、主に、武漢を拠点として、業務運動を推進し、布告強兵。 食産工業に努めた。高所6年に北の入り地方をめぐり、ロシア帝国と交渉を行い、リバディア条約で入り地方の大幅な活用と、経済特権など、不平等条約を認めた、全県大使高市圧の厳罰を主張して朝廷へ、提出、清仏戦争では引退した表紙材を起用、日清戦争においては、統計数とともに台湾民主国を援助して、 台湾へ出兵した日本への抵抗を試みるなど、強硬派としての主張が目立ったが、両戦争の敗北後は、対外融和的な姿勢も見せた。高所16年に交渉が見つかった、ダイヤ鉄鉱山の開発をドイツと共に進め、高所19年に、自教学堂を創立、高所20年に、自教軍を設立、外国借款を通じて、鉄道敷設を推進するなど、 外国資本と連携した国内開発を推進した。また、古北、古南の産物を外国へ輸出、外貨など、経済的裏付けを取り貨幣海中と独自紙幣の発行で観光を中心とした経済圏を作り上げた。高所十四年に起こった変邦運動に対しては、変邦派が組織していた教学会の会長を務めていたため理解を示していたが、著作である 感学編の中で中大西洋の考えを示し、急進的すぎる改革を今しめた。後日の政編で、変邦派が追放されてからは筆測していたが、高書26年の義和団の乱の際には、東西、常ら自立軍の放棄鎮圧、森戦会、条件を通して、劉昆一と共に、東南多外法を結び、高書27年には、劉昆一と連名で、 高祖階層身寄りと呼ばれる上層で変法の象直を発布させた。上層では教育改革を唱え、高所30年に想定学道招定として政府から発布され、高所31年の下挙の廃止、京市大学堂中心の近代教育整備につながった。日本との関わりは深く、変法運動と政変前後の高所24年に、 中国を訪問した日本の元首相伊藤博文と観光で会談、全身主義を重視する伊藤と意気投合、日本からコークスを輸入し、八幡製鉄所に必要な鉄鉱石を日本へ輸出する契約を取り付けたり、感学編で日本を近代化に成功した国として見習い、留学して、日本を投資西洋の学問を摂取すべきことを説いている。戦闘元年。 72歳で亡くなった。死後、文章と送りなされた。著書に、感覚編のほか、高宮美道集がある。文化大革命の際に埋葬された墓が破壊され、遺体が行方不明となっていたが、2007年6月になって、河北省総州市で発見された。近年になってから蝶のほらは、再評価され、2006年には蝶のほら記念館が、設立された。 河村 P598P599 山田 P1158P1159 河村 P599 山田 P1159 岡本 P237P239 河村 P599 並木 P31P165P166P246P256 P300, P308, P314, P315, P319、平野 P320, P324, P327, 滝井 P260, P274。ありがとうございます。